はいどうも、今日も元気バトルやっていきましょう。チャンプレーです。というわけでやっていきましょうか。皆さんコンボ集見ましたかね。マジで見てくれると嬉しいです。今年も頑張ってね、編集をしたんで、まあ暇な時に見ていってください。あの動画40分あってくっそ長いんで、ほんと暇な時に見てください。あーやばいね。はるか三段パチンガ。はい、オッケー。まあディメンションブレイクって最強なんでね。やっぱどんな対面でもね、なんか有利な状況に持っていけるのがかけるくんの強みです。やっぱ対人戦とかでも、あとなんか発売当時に公式の大会があったらしいんですけど、その大会の優勝キャラもかけるらしいですね。だからかけるってマジで強いんだよ。うまいね。ガードブレイクをしてくるポニャ。オッケー。おお。なるほど。クラッシャリ剣で上がるかな、これ。オッケー、これですね。マジでごまかしが効きすぎるのがこの子の特徴ですね。あららら、下段ラブまで決めたかったね今の。マジでさ、コンボミスったと見せかけてもごまかせるんだよね、クラッシャーリケン使って。でそこからディメンションブレイクでやるとか、マジでそれが強い。今のはマジでカケルの強さを最大限発揮できたと思う。マジでね、本当に。あ、今のは俺がエイムタクトだっただけ。危ないね。さあ落としたい。オッケー、撃ち落としていって素晴らしく終了。はい、オッケー、俺の勝ち。さあアフロしましょうか。おとなしくしなさい。というわけで、当たるかな。惜しい。オッケー、こんな感じでいいでしょう。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。ってな感じで、次どうしようかな。